皆様こんにちは、 OSK 日本歌劇団の桐生麻耶です。この度近松トリビュートに出演することになりました。近松門左衛門の物語でございます。皆様に、OSK 日本歌劇団100周年の締めくくりとしてとても心しびれる芝居をお届けしたいと思っております。今から楽しみにしております。皆様ぜひ、劇場の方にお越しください。お待ちしています。